皆さんこんにちは。日本とロシアつなぐジェニーチャンネルです。いつも見てくださってありがとうございます。今回はですね、知っておきたいロシア人作曲家参戦というテーマについてお話ししたいと思います。皆さんはロシア人作曲家を何人知ってますか？もしおすすめなロシア人作曲家がいましたら、ぜひコメントに書いてくださいね。今回は私が個人的に好きなロシア人作曲家を紹介していきたいと思います。それでは始めましょう。まず一番最初に紹介しておきたい人はアレクサンダル・バラディンさんです。ボロジヌは1833年帝政ロシア時代のサンクトペテルブルク出身です。彼はサンクトペテルブルク医科大学に進み、卒業した後は陸軍病院で仕事をします。その後、いろいろあって26歳の時にドイツのハイデルベルク大学に留学し、科学の道に進むことを決心します。ドイツから帰国後は彼はサンクトペテルブルク医科大学の教授にまで上り詰めます。ここまで聞くとバラディンは音楽家とは全然関係ない道を進んでますね。ではどうして彼は音楽家になったのでしょうか？バラディンといえば、まず皆さんに知ってほしいのがロシア5人組という言葉です。ロシア語ではマグチャ・クチカと言いまして、直訳すれば結束の強い集団というような意味になります。当時のロシアには音楽学校もなく、プロの音楽家というのが社会的地位もありませんでした。バラディンは科学の道で素晴らしい成績業績を残していたので、もちろん音楽家になる意思は生涯ありませんでした。しかし運命は変わります。結束の強い5人組と言われた作曲家仲間のムソルクスキやバラキエフに熱心に勧誘されます。彼らからシューマンなどの西洋音楽を教わり、ボロディンは音楽への興味を強く持ち、反対に彼らもボロジンの抜きんでた音楽的才能を新しいロシアン音楽の成立のために生かしたいと考えたのです。そうそう、言い忘れましたが、ロシア5人組は次の方です。まず1人目はリーダーのミリー・バラキエフです。彼はロシア民謡を残そうとした人です。この人はプロの音楽家です。次は軍事教育家のセーザル・キュイです。オペラの作曲をしていました。3人目は軍人だったムソルクスキーです。彼は展覧会の絵、死の歌と踊りなどの名曲を残しています。これは有名だと思います。次は音楽講師のリムスキー・コルサコフです。彼は作曲家よりも音楽教師として有名であり、あのストラヴィンスキーやプロコフィエフの音楽家を生み出した先生として知られています。そして最後は科学者のボロジンです。この5人がロシア5人組と言われています。ロシア5人組の目的は、伝統的なロシア民謡や音楽から新しいロシアの音楽を作ることでした。当時の音楽の主流はドイツやヨーロッパのクラシック音楽だったのですが、バラディンを含めたこの5人で音楽の常識を変えようとした人たちなんです。彼らの作り出した音楽はまさにロシアを表現したような音楽で、そういった音楽を国民楽派と呼んだりします。少し長くなりましたが、私がバラディンの曲の中で一番紹介したかったのがオペラ「イガリコー」よりダタンジンの踊りです。ダタンジンとはロシアのタタール人と言われています。このメロディーは今でも最高傑作の音楽だと思います。皆さんももし時間がありましたら、ぜひ YouTube で聴いてみてくださいね。
次に紹介したいロシアの作曲家は皆さんもご存知のチャイコフスキーです。チャイコフスキーは1840年ウラル地方の鉱山の町ウォトンキンスク出身です。チャイコフスキーは8歳の時にモスクワに住み、12歳の時に法律学校を進学します。そしてお金に苦労しながらも19歳の時に法務省で働きます。ですが法務省で仕事をしながらも知人を通じてピテルブルク音楽院に入学します。その時彼は21歳でした。ちなみにボロジンもそうですが、音楽家で他の専門職を持って音楽家になる人は非常に珍しいと言われています。そして23歳になると法務省の仕事を休職して音楽に専念するようになりました。本格的に法務省を辞めたのは27歳の時でした。彼は音楽学校で修行を積み、数々の名曲を作り出します。35歳の時に作った傑作でピアノ協奏曲第1番の4に発表します。そして翌年36歳の時に発表したのが白鳥の湖より情景です。これは皆さんも聞いたことがありますね。ではそんなチャイコフスキーに専門教育を施し、プロとして大きくデビューさせたのは誰かというと皆さん気になりませんか？はい、ルビンシュテイン兄弟という人たちです。あまり名前を聞かないかもしれませんが、実はこの兄弟、ロシア音楽の発展に大きな貢献をした人たちなのです。兄のアントンは自らがドイツ留学で得た音楽経験を生かし、1862年にペテルブルク音楽院を設立しました。チェイコフスキーはその第一期生の生徒なのでした。そして弟のニコライは1866年にモスクワ音楽院を設立しました。兄の音楽院の卒業したチャイコフスキーを教授として迎え入れ、彼の作品の発表の場も設けました。この2つの音楽院はロシアの重要な作曲家ばかりでなく、優れた演奏家を続々と輩出していくことになります。
ぜひ覚えておいてください。そして面白いことに、チャイコフスキーと先ほど紹介したロシア5人組とは実は同時代の人なのです。しかし音楽に対する姿勢が違っていました。5人組がロシアならではの民族性を力強く打ち出そうとしたのに対して、チャイコフスキーの音楽は華やかな音楽でした。1860年代には5人組の活動とチャイコフスキーのヨーロッパ的な音楽を教える音楽院とは激しく対立する立場にあったのです。ロシア5人組の中では特に9位がチャイコフスキーのことを西洋かぶれだとか批判していたそうです。チャイコフスキーとロシア5人組は音楽の方向性の違いから対立関係になっていたのですね。でもこれって YouTube に似ていると思いませんか？ YouTube をやってるとマーケティングの勉強ができるのですが、ロシア5人組はロシア音楽をテーマとして音楽活動を行い、一方チャイコフスキーは売れる人気のある音楽をわざと作っていましたね。そして当時の音楽の中心はヨーロッパでした。チャイコフスキーが一躍有名になっていたのも、ヨーロッパにチャイコフスキーの曲が受け入れられたのが大きな理由です。まあ何が言いたいかというと、良い曲だから必ず売れて有名になるわけじゃないですね。ロシア5人組がどんなに素晴らしい音楽を作っても、ロシアという狭いターゲットにしか響かないし、一方チャイコフスキーはヨーロッパ、世界というターゲットに大衆が望む音楽を意識して作っていましたからね。 YouTuber や音楽や芸術家あるあるかもしれませんが、自分が好きで作りたいものと大衆に人気のあるものを作るというのは必ずしも一致しないものなので、ジレンマはあったと思いますね。チャイコフスキーは名曲が多すぎて全てを紹介しきれないのですが、最後に私がチャイコフスキーの曲でどうしても紹介したい曲があります。第10曲1812年。1812年はフランスのナポレオンがロシアに遠征しにやってきた年で、ロシアがナポレオンを倒した勝利のお祝いの曲として作られました。曲の構成は最初は神様への祈りで穏やかな感じで始まります。中盤にかけてフランス軍が侵攻し、ロシアとフランスの戦争シーンを表しています。そして最後にはロシアの勝利で勝利の鐘が鳴り、ダイナミックな演出があります。この1812年の最も面白い特徴としては、戦争で使われる本当の大砲を撃つんですね。音楽の中でちゃんと大砲を撃つシーンがあるんです。皆さんも YouTube でも言うので、知らない人はぜひ一度聞いてみてくださいね。一度この曲を聴いた皆さんはきっとチャイコフスキーのファンになるでしょう。
そして最後に紹介するロシア人作曲家はラフマニノフです。本当はハチドリャンとかシスタコビッチとかも紹介したかったのですが、今回は全てを説明するエネルギーが足りなくて悩んで悩んでラフマニノフにしました。ラフマニノフは1873年ノーブゴロド州に生まれました。貴族の家系として生まれましたが、いわゆる没落貴族でした。父は音楽家の家系で、母親もまたピアニストでした。しかし9歳の時についに破産してしまい、一家はピテルブルグに引っ越しました。そこでラフマニノフはピテルブルグ音楽院に通うことになります。その後何年かした後、ラフマニノフはモスクワ音楽院へ入ることになります。モスクワ音楽院時代にラフマニノフは音楽の家庭教師ズベレフと出会います。彼と出会ってからどんどん実力をつけるようになります。このズベレフさんはロシアの作曲家との交流があり、あのチャイコフスキーとも交流があったそうです。チャイコフスキーはズベレフの弟子たちの演奏を聴き、その中でもラフマニノフを絶賛しました。憧れの人チャイコフスキーに絶賛されながら、同じモスクワ音楽院のスクリャービンと良いライバルとして腕を磨いて、ラフマニノフは19歳になり、モスクワ音楽院のピアノ科と作曲科を首席で卒業します。ラフマニノフが有名になったきっかけは、音楽院の卒業した後に弾いた前奏曲エイハ短調。この曲はラフマニノフの代名詞とも言われる曲です。20歳の時ボルシュ劇場にてオペラアレコを上演します。この上演を実現させるために、憧れのチャイコフスキーが、彼は将来大物になると後ろから支えてくれました。ラフマニノフとチャイコフスキーは同じ音楽家として交友を深めてきましたが、ある日のこと、チャイコフスキーはシンファニーナンバー6を演奏した後に急死してしまいます。ラフマニノフはチャイコフスキーの死をひどく悲しみ、悲しみの30奏曲第2番を作ります。モスクワ音楽院の首席で卒業したラフマニノフでしたが、24歳の時にオーケストラ指揮者でデビューしましたが、交響曲を大失敗して自信喪失してしまいます。それからは作曲活動はできず、もがき苦しみます。ですが4年ほどもがき続け、1901年にピアノ協奏曲第2番を完成させます。このピアノ協奏曲第2番は大成功を収めました。この曲を聴くとラフマニノフとイメージする人も多いでしょう。この曲をきっかけにラフマニノフはスランプを抜け出します。国際的な評価を高めたラフマニノフは1909年にニューヨークでも公演、ここでも大成功を収めます。1913年にはローマに滞在し、憧れのチャイコフスキーがかつて滞在した家を借りて合唱交響曲カネを作曲します。その後ヨーロッパやアメリカなど多くのコンサートを公演し、多忙な日々を過ごします。そんな中1917年ロシア10月革命が起こります。10月革命によって帝政ロシアに住み続けることが困難になりました。ラフマニノフは没落したとはいえ貴族の家系でした。
貴族の血を引くラフマニノフにとってバルシビキを中心としたソビエトは心情的にも社会的立場としてもロシアに残るわけにはいかず、その年にヨーロッパへ渡りました。また祖国を失ったことによって作曲に対するモチベーションが湧かなくなり、作曲家ではなくピアニストとしての活動が中心になりました。1926年にピアノ協奏曲第4番の作曲するまでは目立った作曲活動を行ってはおらず、人生で2度目のお休み期間となりました。1931年にラフマニノフはスイスのルツェルン湖畔に別荘セナールを建設しました。以降10年ほどスイスで過ごし、交響曲第3番といった名曲を残します。1942年にナチスとドイツがスイスまでもやってきて、ラフマニノフは密かにアメリカのビバリーヒルズに引っ越します。1942年の同じ年、ラフマニノフは最後の曲シンフォニックダンスという曲を完成させます。しかし疲労がたまり、がんが発見され、翌年の1943年にその生涯を終えました。ロシアを愛したラフマニノフは国境を割れた後も祖国で貧困にあえぐ芸術家や団体を金銭的にサポートして、生涯にわたって祖国や音楽のために生きた真面目な人物です。はい、皆さんいかがだったでしょうか。知っておきたいロシアの作曲家3選でした。私は音楽の専門家ではないので細かいところまで話せませんでしたが、バラジンとロシアの5人組、そしてチャイコフスキーとロシア5人組との関係、ラフマニノフとチャイコフスキーとの関係など、帝政ロシアからソビエトへの移り変わりなど、ロシアの作曲を通じてなんとなく伝わっていただければ嬉しいです。あと個人的に驚いたのは、バラジンはもともと科学者で、チェコフスキーは法務省の役人の出身だったことですね。普通の音楽家はラフマニノフのように小さい頃から音楽学校に通って音楽家になる人が多いですね。この二人は本当に珍しいパターンだと思います。中でもロシア5人組はリーダーのバラキエフ以外はみんなアマチュアの音楽家だったことにも驚きですね。それでもロシア音楽に大きな影響を与えたのも間違いなく素晴らしいグループだったのですね。はい、そういうわけで今回私が個人的に好きなロシアの作曲家を紹介しました。概要欄に紹介した曲のリンクを貼っておきますので、もし時間がありましたらぜひ彼らの曲を楽しんでくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして私と一緒にロシアについていろいろ学びましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ダストレイチー。